どうだ、アバロンサーバーに仕込んだマルウェアは何か情報を拾ったか？全然ダメ。決定的な情報は流れてこないわ。デジタルウェーブに関係するデータはかなり頻繁にやり取りされてるみたいだけど。デジタルウェーブ？ああ、それを使って大規模なプロジェクトが進行中らしい。スエドーって研究者が中心になってかなり本格的に調べてるみたいだな。詳細データはかなり奥深くに潜らないと無理だ。あとは気長に待つしかないわ。そうか。忙しいのか、仕事？ここのところあちこちでネットワークシステムの不具合が頻発してる。調べてみても原因がわからない。バグでもなければハッキングでもない。ひょっとするとそれもデジタルウェーブ以上ってやつの影響か。そういや、秋葉原でも例の怪現象が起こったって。なんか東京全体が変な感じだよな。いつも以上にどんよりしてるっつーか、ざわざわしてるっつーか。この世の終わりでも来るのかね。俺だ。ああ、わかった。ザクソンか。ああ、これからデモンズに仕掛けるそうだ。余計な手立ちはするな、だと。すべて自分たちの手で型をつけるそうだ。あらら、ヤッコさん本気だね。地味犬も災難だこと。あいつはどうした？さあ、今日はまだ見てないぜ。エリカ、あいつを見たか？さあ。あいつはどこだ？何をやっている？緊張してるの？なんでいるって。これから謎のハッカー K に会いに行くんでしょ。エリカが心配だからついて行けって。一人で行く約束？でもエリカが一人と一匹なら大丈夫って言ってたよ。行かない方がいいと思うな。私、無償で何かしてくるなんて気持ち悪いってエリカも考えてたよ。絶対何か裏があるって。あれ、リュウジが来たよ。エリカに聞いたぞ。これ以上 K に関わる奴の狙いが何である？デモンズはザクソンに潰される。放っておけ。毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。お前に何かあったら俺たちが迷惑するだろうが。行くなら二人でだ。結局人間も二人になっちゃったね。心配するな。俺は姿を隠してついている。お前もそいつの端末の中に入ってろ。はーい。いいか、深追いはするなよ。
系だとは思わないか。ジミー・ケンのことさ。力で観客を集めて偽りの賛美に酔っている。そうだ、私が K だ。会えて嬉しいよ。いきなり本題かい？会話を楽しむ余裕は今の君にはないよ。私の目的か。それを話す前に一つ問いたい。君はあの男をどう思う？やつを見てみろ。エデンでのやつはステージ上で輝くロックスターだが、現実世界のやつは臆病で器用な一人の男に過ぎない。果たしてどちらのやつが本物だと思う？仮想世界での出来事はリアルではない。まがいものだと人は言う。だが今や人はほとんどの時間をこのエデンで過ごす。エデンで行き交う情報が生活の大半を占めている。それならこの仮想世界での姿の方が人々にとってはリアルなものになるのか。理想の姿を手に入れようとする行為は間違いだろうか。やっていることがどれだけ滑稽であれ、エデンで手に入れた力は現実にも影響を及ぼすのか。あのピエロはそのいい例だ。少々詰めが甘いわね。ザクソン以外にもジミー・ケンを狙うハッカーもいたようだ。奴は自分の手足に操り糸が巻きついていることに気がついていない。道化師はそろそろ退場の時間だ。いや、奴は傀儡さ。デモンズの真のトップは私だよ。彼はいい看板だったんだね。表舞台の仕事は彼に任せていたんだ。だがこれからは違う。これからは私がデモンズ、すべてのハッカーを率いていく。今エデンのハッカーたちは混迷している。あまたの正義、あまたの価値観の中で何を選べばいいのかわからなくなっている。バカな大人が安易に振りまく情報に流され踊らされている。私がそんなハッカーたちを導いてみせる。デモンズを掌握し、ザクソンを屈服させ、エデンに存在する全てのチームを統合し、ハッカーの頂点に立つ。私の正体を問うたね。その言葉そっくりそのまま君に返そう。君は一体誰だ？君は本当に君か？一度も疑問に思ったことはないのか？借り物のアバターで、借り物のアカウントでデータ化され、解散が可能になったこの仮想世界で、どうして自分が自分だと確信できる？現実世界でさえ水槽の中の脳である可能性がある私たちの意識は、エデンのシステムの普及によってより曖昧なものになってしまった。大勢が何の疑問もなく行っている記憶のデータ化は
実は人の意識の根幹を揺るがす可能性すらあるのだ。よく考えてみたまえ、エデンで君は本当に君であり得ているのか。エデンでこうあろうとしている姿と現実の姿、どちらが真の自分なのか。そいつのヨタ話に耳を貸すんじゃねえ。リュウジ、出てきちゃダメだって。ごめん、私も出てきちゃった。黙って聞いてりゃグダグダ。そいつのメンツのために様子を見ていようと思ったが、ここいらが我慢の限界だ。煙に巻いた言い回しばかりしているが、要はデモンズの黒幕がてめえだったってだけの話だろう。悪事を別のやつに押し付けておいて自分がハッカーを導く聞いて呆れるな。こいつを付け狙う理由は何だ。悪事をしてもらう。彼が心配でわざわざついてきた。ご立派なリーダーじゃないか。だが君は私に説教なんてできる身分だ。さて、話はここまで。約束を考えて邪魔者を連れてきた報いは受けてもらおうか。自分が一体何者か、よく考えておくことだ。気が向いたらまた犯人の情報を送ろう。君が真実へと近づく、早口になるはずだ。追うのは後だ。来るぞ。さあ、行ことかなったね。終わった？あー、怖かった。お疲れ様。あ、その目はひょっとしてまた私が戦闘に参加しなかったことを責めてる？言ったでしょ、サポートしかできないって。それにあんな大きなデジモンとバトルをすることを考えるだけで膝が震えちゃうだもん。妙なことをする野郎だ。気づかなかったか、あいつがしていたことに。奴はコマンドなしでデジモンを動かしていた。バトルはハッカーが同じエリアからデジモンに命令して戦わせるもの。それなのにあいつはこの場にいないのにデジモンに命令していた。 K はそこらにいるハッカーとは違う。リュウジが言いたいのはそういうことでしょ。バトルはともかく理解力はこいつのが上だな。そうでしょそうでしょ。これで分かったな。これ以上奴には関わるな。奴の正体が何者か知らないが、得体が知れない。深入りは危険だ。それに上官、ま、え、が
っちも終わったようだな。帰るぞ。お兄ちゃんにバラしちゃってごめん。言うつもりはなかったんだけど、昔から隠し事をしてもすぐ見抜かれちゃうの。聞いてたよ、ケイトの会話。ワームモンと通信つないで全部見てた。まさかとは思うけど、あいつの言ったこと気にしてるわけじゃないよね。君が君じゃないかもって話。あんなの君を混乱させるために言っていただけだよ。正真正銘、君は君でしょ。そんなのこっちと向こうの両方で会えば分かることだもん。何より精神データはエデンの最も重要な構成要素であり個人財産だよ。不正にアクセスされないように最高難易度のセキュリティが設定されてるんだから。人の精神データにアクセスすることはお兄ちゃんレジェンド級のハッカーでさえできないことなんだよ。そりゃ以前のアカウントの君とは会ったことがないから、その時点で別人に入れ替わっていたら私にだってわからないけど、でもね、別人じゃないよね。別人なの？安心して、この間直した時パーツ強化したから。なんちゃってお返し。
なんとかなったね。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。見ていってください。シスタムー姉妹のトレーニングジム開講中よ。今ならなんとジム開講記念特典、私たちシスタムー姉妹からの愛のてっぺん大サービス中。私たちの拳受けてみなさい。受けてみてください。トレーニングに興味があるのね。殴ってくださいって顔してるもの。それにあんたデジモン持ってるじゃない。どう、私たちのトレーニングジムでその子たちを鍛えていかない？今なら開講記念特典、愛の拳も威力倍増でつけちゃうわよ。ああ、助っ人募集で来てくれた人ね。確かデジモンの依頼なんて誰も受けてくれないと思ってたけど、ダメ元でやってみるもんね、ブラン。そうですね、お姉ちゃん。あの、依頼受けてくれてありがとうございます。私はシスタモンノワール、こっちが妹のシスタモンブランよ。私たち姉妹はデジタルワールドじゃちょっとした有名デジモンなんだから、手伝いができることを光栄に思いなさい。姉さんってば、まずはちゃんと依頼の説明をしない
何のことかわからなくて困ってますよ。おっと、そうだったわね。私たちがこの世界に来たのはつい最近のことなの。最強を目指すデジモン、ガンクエモン師匠とその弟子のハックマン、二人と一緒にデジタルワールドで武者修行の旅をしていたんだけど、はぐれて道に迷っちゃったのよね。はい。それで気がついたら私たちだけがこっちの世界に来てしまって、ふう、二人とも今頃どうしているでしょうか。ハックマン、ちゃんと修行してるといいんですけど。大丈夫大丈夫よ、グラン、心配しなくてもそのうち会えるわ。ただの勘だけど。とにかくそんなわけで元の世界に戻る方法がないか探し回ってるの。でもただ探すのってとっても暇だし、お金もないし退屈だし、なんかむしゃくしゃするのよね。姉さんってば、暇も退屈も同じですよ。そこでこのエデンにもデジモンがいるみたいだから、トレーニングジムを開こうって思いついたってわけね、ブラン。はい。弱いデジモンたちが力を得るために特訓する場所なんですよ。今からここに記念すべき初受講者がやってくるわ。でもそこで一つ問題があるのよね。私たち実力には自信があるんだけど、いかんせん見た目が可愛すぎるでしょ。あ、自分で言うなって顔してます。この可愛い見た目のせいでようやく捕まえたお客さんに舐められてしまうかもしれないじゃない。そこであんたたち便利屋に怖そうなゲスト役を引き受けてもらおうと思ってこうして依頼したってわけ。名付けて、いかつい手下を従えて受講者に強そうな印象を与えてやろう大作戦。なんだけど、あんたの外見いまいち迫力に欠けるわね。エデンの腕利きの便利屋だって聞いた頃、もっといかつい大男が出てくるかと思ったのに。そうですね、どっちかというと平凡な、いわゆるモブ顔。もう、その顔じゃ受講者に強そうな印象を与えられないじゃない。今すぐその外見どうにかしてきなさい。姉さん、むちゃくちゃです。でもそうですね、何かもう少しだけでも怖そうに見える外見にできないでしょうか。受講者さんが来ちゃったわ。ささ、準備よ。
早く位置について。モキヤ、ここがトレーニングジムってところなの？そうそう、なんでもすっごい有名なジムトレーナーがいるんだって。開校記念で特典もつくらしいよ。何がもらえるんだろうね。楽しみだね。アグモン、サブモン、これ、食べ物がいいな。バクマ、バクマ、ハッカーが襲ってきて君たちを奪われたりしたら困るし、ここでめっちゃくちゃ強くなっておこうね。あっ、ねえ、あれ見て。よく来たわね。待っていたわよ。誰？おこがましいが、生まれは彼方デジタルワールド。生まれた時から姉妹だけ、命からがら生き抜く二人。ある日出会った恩人は地震、雷、火事、親父、その名もとどろくガンクーモン。路頭に迷った二人の姉妹、師匠と慕ってついていく。いつしか姉妹も腕を上げ、その名は広く知れ渡る。シスタモン姉妹、ここに参上。当トレーニングジムへようこそ。ちなみにモキヤさん、それとアグモンさん、サブモンさん、私たちシスタモン姉妹とその手下が今日一日あんたたちを徹底的に鍛えてあげるわ。デジモンってみんなアグモンやガブモンみたいなのかと思ってたけど、他にもいろんな子たちがいるんだね。でも可愛すぎてなんだかトレーニングって感じはしないな。やっぱりこの外見は罪深いわね。私たちがあんまりプリティだからって舐めない方がいいわ。後ろには怖い手下がついてるんだから。でした。あ、その仮面、ひょっとしてあんたデモンズ？デモンズって何？エデンにいる悪いハッカーチームだよ。そうそう、エデンで悪いこといっぱいしてるんだ。デモンズめ、こんなところでも悪だくみ？許せん。え？え？何を？どういうこと？あら、開校直後に問題発生ですか？仮面？これ札？そっか。なんでそんなもん集めてるのかはよくわからないけど、世の中にはいろんな趣味の人がいるっていうもんね。見かけで人を判断しちゃダメだね、ノキア。ともかく、君は大丈夫な人ってことね。誤解しちゃってごめんね、仮面の人。ごめんね。なんかよくわかんないけど、誤解が解けたってことでいいのかしら。ですね。これで安心してトレーニングを受けてもらいます。ねえねえ、ここでトレーニングすれば僕たち本当に強くなれるの？はい、あなたたちがちゃんと最後まで
私の特訓は厳しいわよ。覚悟はいいかしら。かわいい見た目だけどすごい気迫。でもここで逃げたらいつまで経っても弱いままだもんね。よろしくお願いします、師匠。あたしたちのことボッコボコのドキドキに鍛え直しちゃってください。ください。その息はよし、始めるわよ。ウラン、それに手下準備はよろしいですね。それではお手並み拝見です。お手柔らかにお願いします。いけいけいけ。さあどうしたの。もう一度立ち上がりなさい。もう無理だよ。マグモ、カブモ、もうやめよう。特訓ならまた今度やればいいんだもん。そんな急に強くなれるわけないよ。どうやら弱さの原因はあなたにあるようですね、ノキアさん。え、私？その通りよ。あなたには愛が足りないわ。愛？あなた、自分はデジモンの後ろで応援するだけの存在だと思ってない？主役はあくまでデジモンで、自分は添え物だとでも思っているんじゃないかしら。でも、私にできることなんて応援するか、みんなをサポートすることくらいで。それが大きな間違いなのよ。私たちは周囲の情報を取り込んで進化する生命体、デジタルモンスター。私たちにとって一番力となるもの、それは私たちを信じてくれるパートナーからの愛、愛なのよ。愛が力に？そばにいる人たちからの愛は何よりも私たちを強くする。私たちにとっては師匠のガンクーモンやハックモン、ガンクーモン様の海のように大きな愛や、ハックモンのひたむきな愛、それが私たちを何より強くしてくれた。だから今の私たちがある。そんな愛があなたにあるのかしら、シラミネ・ノキア。いきなり言われたってわかんないよ。愛って何？アグモンやガブモンのことは大好きだけど、それだけじゃダメなの？どうしたらそれを持つことができるの？さあね、それは自分で考えなさい。私たちはデジモン、人間じゃないもの。そうですね。あなたはどう思いますか？同じ人間として。
この小さな一歩を行動で示す。それが私の愛。私風に言えば、これが私のデジモンへのラブだ。ノキア、さあ元気出していこう。私たちの特訓はまだまだこれからだよ。何度負けたって、何度くじけたっていいよ。私はそばで君たちにラブを送り続けるから。ノキアが言ってることはいつも全然わかんないよ。でもノキアのラブあったかいね。うん、心がふわっとするよ。僕、力が湧いてきたみたい。俺もだよ。今ならもっと強くなれる気がする。アフモン進化。レイモン、ガブモン進化。ガルルモン。グレイモン、ガルルモン。なにこれ。これがデジタルモンスターの成長の証。進化よ。ノキアさんの愛。いいえ、ラブが二人に伝わった証です。これがデジモンの進化。すごい、すごい、すごい。本当だ、僕進化できたんだ。これなら俺たちもう一度戦えるよ、ノキア。こんな愛の伝え方があるなんて、人間って本当不思議。でも悪くはないわね。次は私たちも本気で行くわよ、ウラン。はーい。それじゃああなたはノキアさんをサポートしてあげてくださいね。こっち側にいたってあんたついてこられないわよ。だってシスタモン姉妹も進化した。これが長き修行の果てに私たちが編み出した強さの形。私たちが本気を出すのはここからですわ。あなたたちは一体どんな強さを私たちに見せてくれるんでしょう。シスタモン姉妹にその姿を見せてくださいな。姿形だけじゃなく性格まで変わっちゃってるよ。あなたたちから感じる溢れんばかりの闘志は妹の本能を喜びに震わせているのよ。もちろんこの私もね。さっきのは本気じゃなかったってわけ。うー、怖い、怖いけど。でも私たちだってさっきまでとは違うもん。仮面の人、力を貸してね。私のラブパワーが本物だって証、今こそ見せてやるんだから。いくよ、二人とも。ラブパワー全力注入だ。あ、いいわ。その気迫、相手にとって不足はなくてよ。覚醒したシスタモン姉妹の力、とくとご覧なさい。
覚悟なさい。